に次ぐ、第3のリーグである。2016年再開。1956年にエール・ディビジ、エールステ・ディビジと共に導入された。1956年から1960年、1962年から1966年の間は、トゥベーデ・ディビジ A とトゥベーデ・ディビジ B の2部構成であった。1971年に一旦廃止。 当時所属していたクラブのうち6クラブがエールステ・ディビジに昇格し、残りの10クラブはアマチュアクラブとなった。この間、2009から10シーズンまではエールステ・ディビジまでのプロリーグと、それ以外のアマチュアクラブとの直接的な入れ替えは実施せず、プロとアマチュアのヒエラルキーの住み分けがなされていたが、2010年から2011年シーズンにオランダサッカー協会が、 プロリーグ参加を目指すクラブへのもう一個解放策としてアマチュアの一部リーグである夫婦とクラッセを発展解消したトップクラッセを開始しエールステディビジの海クラブとトップクラッセの上位クラブの入れ替え制度を導入した2016から17シーズンにより新たなプロアマ一体型のフットボールピラミッドと呼ばれる新ヒエラルキーの構図をスタートさせることになり 新たにプロによる三部リーグとして、トー・ディビジが復活することになり、トップクラッセは、アマチュアの一部リーグという体はそのままにしつつも、エールデビジから見て四部の組織に、格下げとなった。トー・ディビジと、エールステディビジ、並びにトップクラッセ間の入れ替え制度も行われる。アムステルダムスヘジ EVVV ハルデンベルフ。 公認クレッカ HFC アイセルメールフォーゲルススパケンブルフヨングフォレンダムミナミホラント州コザッケンボーイズテックでトレフェルスミナミホラント州のクラブアスイーマーススライスヨングスパルタカトバイクのオルトバイククイックボーイズラインスブルフセボーイズスヘ米ベ人間2020から21シーズン所属クラブの所在地アスイーマーススライスヨングスパルタカトバイクのオルトバイク クイックボーイズ・ラインスブルフセ・ボーイズ・スヘーベ人間2020から21シーズン所属の南ホラント州のクラブの所在地。ありがとうございます。